はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、サマーカットから戻ってきました。じゃん、こんなに短くなりました。もうツルツル、もうバリッバリに短くしてもらいました。でね、尻尾もね、よいしょ、尻尾がライオン尻尾になってんですよ。ちょっと分かりづらいな、分かるかな、ライオン尻尾。ポポってポポって広がってるの、ちょっとだけ。はい、こんなんなってきました。よいしょ、顔見せて、よいしょ、うん、はい、よいしょ、こんな短くなりました。はい、なんかね、今日はねどこも出かけてないんですけど、散歩しか行ってないんですけど、ちょっとね疲れちゃってますね。うん、ちょっと暑いんで下に戻してきます。バイバイ、下行ってくるね。はい、今日はね、なんかね、だるいんですよね、すごい。昨日、張り切ってスーパー銭湯行くぞとか言ってたんですけど、行ってきたんですけど、そんなにね、長く入れなかった。私、お迎えそのままそっから行こうかと思ったんですけど、そんなに入ってられなくて、出ちゃってお風呂から、そんなに長く入ってられなくてお風呂から出ちゃって、でノンアルコールビールとタコの唐揚げを食べて帰ってきたって、一回家に帰ってきたっていう感じです。で一回家に帰ってきてからお迎え行ったっていう感じですね。さすがにね、4時間はね、お風呂で時間潰せなかった。で、ちょっと私、サウナデビューしようかなと思ったんだけど、でもサウナの整え方がわかんないし、サウナ入った後ってまた汗かくから、頭洗ったりとか体洗ったりとかしなきゃいけないんじゃないかなって思ったら、それもそれでめんどくさくなっちゃって、サウナを諦めました。はい、ちょっといつかはね、整うっていうのをどういうことなのか体験してみたいなとは思うんですけど、ちょっと今回じゃなかったって感じですかね。はい。そうで、今日ね、疲れがね、あんまり取れてないのか、ちょっと何なのか、ちょっと体がだるいですね。まあやることはやったんですけど、掃除とかね、散歩とかね、やっぱりこたつで寝ちゃいましたね。結構でも今日は洗濯2回したし、そう、そしたら雨降ってきちゃって、結局まだ一番外側に干してたのが一番ダメージ食らっちゃって、それは結局浴室乾燥で今乾かしてます。
うん、だから結局なんか洗濯したのに浴室乾燥で乾かすっていう、雨で濡れちゃって浴室乾燥で乾かすっていう、なんかちょっと無駄な行為ができてしまったっていう感じなんですけど、だから今浴室乾燥で乾かしてます。そう、一番外側にいたからちょっとね被害が大きかった。で徐々に被害が少なくなってきて、一番手前にあった窓側にあったタオルケットとかは無事でした。そう、あの多分ね隣の人だと思うんだけど、ピンポンしてなんか出かける時だったみたいで、ピンポーンって来て、はーいって言ったら、雨降ってるよーって言ってくれて、隣の人が、あーはーいって言って、あの、ありがとうございました言うの忘れちゃったんだよね。なんか、あー雨降ってる、やばい、取り込まなきゃっていう思いで焦っちゃって、あーはーいしかこう返せなくって、ダメだね。常にありがとうを言ってないと、ありがとうっていう言葉が出てこないんだね。そんな気がするね。そうだね、常にありがとうって言ってないから、すぐありがとうっていう言葉が出てこないんだよね。嫌だなね。ありがとうってすぐ言える人間になりたいなね、え本当にそういう人間に、できた人間になりたい。でもそういうできた人間じゃないから鬱になっちゃうのかもしれないけど、でもできた人間でも鬱になっちゃう人はなっちゃうからね。どうなんだろうね。できすぎててもダメなのかもしれないね。そう、それで明日は休みなんだけど、明日からあのダムとストプリのコラボが始まるんですよ。でコラボドリンクとかあの出たりするんで、明日は子供と一緒にちょっとカラオケに行こうと思っていて、10時に家を出て、11時から予約してるんで、そうなんです。それでどれぐらいいるのかな、わかんない。ちょっと子供がいたいだけいるのかどうかわかんないけど、フリータイムで撮っちゃったんで、予約しちゃったんで、でストプリとのコラボなんで、どういう風になってるのかちょっと楽しみなんですけど、だからね、明日はねちょっとゆっくりできないんですよね。そうなんです。明日はお出かけするんです。そうだから明日はお出かけするんで、ちょっとゆっくりできないから体が心配なんですけど、まあでもね仕事に行くわけじゃないから、精神的にもカラオケだし、楽かなとは思うので大丈夫かなとは思ってますけど、でもね帰ってくる時間によるんだよね。そう、子供がカラオケ大好きだから、もう何時間いるのっていう感じになると思うの多分。だからちょっとね YouTube もね、もしかしたらショートになっちゃうかもしれない。そうで、あのもう一個ショート、あの YouTube 見てる人向けじゃなくて、ショートマニアの人の向けに、あの服のサマーカットを縦画面で撮って編集したので、それもあげようかなと思ってます。そんな感じですね。はい、なので明日もしかしたらショートになるかもしれないです。はい、ちょっとお伝えだけしときますね。
はい、今日も動画を見てくださりどうもありがとうございます。本当にいつもいつもありがとうございます。コメントね、とっても嬉しいです。コメント、グッドボタン押してくださって本当にありがとうございます。でもでもね、あのまだあの仲間を増やしたいので、チャンネル登録、グッドボタン、拡散、もっちゃんママチャンネルっていう番組、あの YouTube のチャンネルがねあるんだよっていうのを一人でも多くの人にお伝えいただけたらなと思います。はい、もっちゃんママチャンネル、はい、一人でも多くの方にね、見ていただきたいので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日の動画はここまでとなります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。